夏木スバル、今日は大変だったようだな。ああ、アナスタシアさんの件、クルシさんの耳にも入ったか。応戦候補者が白昼堂々を襲われたのだ。悠々しき事態と言えるだろう。詳しく話を聞きたい。フィリスの治療の後、時間をもらってもいいか。もちろんだ。俺もクルシさんといろいろ話したいと思ってたところだよ。では後でね。スバル君。ネム、俺は大丈夫だから行っていいぞ。クルシさんと話すことがあるんだろ。スバル君、申し訳ありません。ネムが一緒についていれば。そんな顔すんなよ。俺が自覚不足だったのがいけなかったんだ。この国の王様を決めようっていう汚染に関わってんだから、そりゃいろんなリスクがあるよな。もうちょっと慎重に行動しねえと。それじゃあ、フェリちゃんの癒しの時間始めます。今日はいろいろ大変だったみたいだし、念入りにフェリちゃんがスバルキュンの治療をしてあげるね。スバルキュンってば弱いんだから、あんまり無理しちゃダメだよ。スバルキュンの治療を任されてるフェリちゃんとしては、余計なことはせずに治療に専念してほしいんだよね。ああ、分かってる。よろしく頼むよ。それじゃあ力抜いて。惨叫。時間を取らせてすまない、夏木スバル。だが応戦候補者が襲われたとあっては看過できない。その時の状況を詳しく教えてほしい。ああ、もちろんそうだな。何から話すべきか。どうした？実はさっきアナスタシアさんにやり込められたばっかでさ、正直言ってかなり気遅れしてる。自分の発言が相手に利してエミリアの足を引くことが不安か。そこまでわかんの？ケイがそこまで慎重になるのなら、その相手はエミリアのことだろうとね。それに相手があの大商人アナスタシア方針ならば仕方ない。ケイが手玉に取られるのも当然のことだ。他でもない、弁術の場こそがアナスタシア方針の本領なのだから。面目ねえ。うむ、しかしならばどうする？ケイの昇進が言えぬのなら、このままお開きとしてもいいが。他讲话的声音就让人一本正经，他的表情是那种有点娇羞的样子。いや、さすがにそれはクルシさんに悪い。それに俺だって話はしたいんだ。だから。代案があるなら聞こう。どうしたい？そうだな、交互に質問ってのは。一方的に情報を吸われない保証があれば、俺の忍びた心も頑張れそう。分かった、それでいい。 K の質問に私も答える。それで何が聞きたい？それじゃあ遠慮なく。クルシさんはいつも忙しそうにしてるけど、それってやっぱ応戦関係？
そんなところだ。ひとまず延期ということになってはいるが、いずれ再開されることは間違いない。いろいろと屋敷に運び込まれたり、大勢の人が出入りしてるのも応戦と関係あんのか。そう、存外抜け目ないな。まあ隠しているわけではない。気づかれていても不思議ではない。まあ当たらずも遠からずといったところだ。当たらずも遠からずってことは、応戦には直接関係はねえが、全く無関係じゃないってことか。そうだ、応戦への影響が目的ではないが、少なからず影響は与えるだろうな。では次は私の番だな、夏木スバル。誰に頼まれて私を探っている？頼まれて探るって人聞き悪いね。 K は隠し事には向かないたちだな。それに嘘をつくのがありなのなら、私のこの先の答えも変わってくるぞ。ゼベスポ、実はなるほど、相手への義理もあろう。ここで明言はできないか。クルシさん、俺はひとまずK の態度で収めておく。得るものがないではなかった。それで質問を続けるか。さすがにそこまでずうずうしくはなれねえかな。そうか、ならばあとはおとなしく私の晩酌に付き合ってもらうとしよう。俺酒は飲めねえからね。雰囲気を舐めるだけでも構わんさ。記録してやろう。光栄に思う。